探索を再石ゲット！残りもいただこうぜ！泣いてる子供相手に何か読んでいるのか。書き手の心情がよく現れているな。心の内に何か深刻なものを抱えている。双葉なんて産まなきゃよかった。壁画から聞こえてる。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでいたみたいだね。育児のイローゼだったんだろう。内容的に遺書っぽいけど。母親が自殺した時の記憶か。事実だとしたら子供相手にえぐくね。
この感じ、セーフルームがあるかもしれんな。なあ、我が輩の定番だな。ジョーカー？何かご用ですか？より一層の攻勢に励むがいい。警報中だ、囚人。予想外よ。警報中の合体です。今のあなたに必要なものなのですか？過度な力は破滅を招きますよ。本当にこれが必要なのか？今のあなたに必要なものなのですか？本当にこれが必要なのか？引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって二人とも始めるのだ。
これでいいのか。可もなく不可もなくといったところですか。もうやし、もう終わりか。なんだ。到着したわ。ここからどうするの、ジョーカー。シャドウがいるわ。シャドウがいるよ。どうする？正体を見せろ。これから予定があるんだけど。よし、こちらの先生だ。祝福属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさないでね。氷結に弱い敵ね。大丈夫、こちらの方が強さは上よ。効果的ね。隠した相手に取りこぼさないでね。いけ！パンサー的なフリーズ、ガチで行くよ。いい子いい。さて、余裕の勝利ってやつだな。
暴いてやる。一方的に相手を先制攻撃チャンスだ。行け。相手は隠した。疾風属銃撃が弱点よ。一掃して。ここでペルソナだ。ドロー。自分の実力は怖いな。
暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。行け。隠した相手ね。油断さえし氷結に弱い敵ね。大丈夫、こちらの方が強さを上よ。ペルソナかけろ。ヨハンナ2体ダウン。クイーン行け。このコアの生かせないぞ。状況は。ペルソナ。ありがとう。感謝するぞ。ありがとう。よくも。怒ったからね。ジョーカーが恐怖で怯えてる。我が輩にふさわしいスキルだ。さて、完勝ね。このまま進みましょう。どうやら
この仕掛け、前に見たのと同じね。ってことは、また触れば何か起こる系か？やってみようぜ。お、映った。けど、またよくわかんねえな。これもバラバラの状態なんだろうな。また操作して、元に戻してみよう。どうやら揃ったようだな。車に飛び込んでる？もしかして自殺の現場？また声が。ふふふふ、あなたは。双葉の目の前で死んだっつうことだよな。辛いね。忘れたくて記憶を隠したのか。
よっしゃ。この辺は認知が薄いか。セーフルームがあるかもしれないぞ。よし。正体を見せろ。やめてくれます？先制攻撃チャンスだ。いけ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。でかいのは態度だけですか？隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。よし。よし、終わり。早く先に行こう。ちょっと。
見せろ。女の扱いも知らないの？危ない奴がいるぞ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。自分の実力が怖いな。隔熱が弱点ね。一気に決めてしまいましょう。よし、ウィンがやるわ。ベルトだ。よかった。さすがクイーンだ。ベルトだ。かけろヨハンナ。さすがクイーンだ。抵抗は無駄よ。とどめだ。おねみに染みたでしょ。いいぞ、いい調子だ。先制攻撃チャンスだ。行け。向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。よし、さすが我が輩だ。全力で交代だ。やるわ。私の怒りを思い切る。何？敵残り1体、最後の詰めだ。
しな。暴いてやる。手荒すぎない？先制攻撃チャンスだ。行け！撃ちまくりたい。やっちまえ！やってみる。ペルソナ！かけろ！ヨハンナ！いよいよアスカクイーンだ。ペルソナ！ヨハンナ！さすがクイーンだ。みんなで殴ればすぐに済む。これで終わりだ。はい、終わり。さて、うん、楽な戦闘だったわね。どうやら感じ、セーフルームがあるかもしれんな。
あっ、よし。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。ここでペルソナだ。はい。ありがとう。うん、助かったよ。強敵な上に確熱が効かない。強敵だけど銃撃弱点よ。強敵な上に確熱が効かない。さて終了だね。早く行こう。怪しいぞ。
ほう。行くぞジョーカーなあ。
強そうな奴がいるぜ。ありゃ気をつけた方がいい。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。しとれ我が半身。ありがとうね。ありがとう。よし、次行くよ。次おい。お、この辺は認知が薄いか。セーフルームがあるかもしれないぞ。うわ、あのシャドウヤバいやつ。お、どうだ？よし、行こっか。さあ。おっと。
やるか。探索。おっと。わかった。それ。疾風弱点をついていきましょう。強敵だけど灼熱弱点。強敵よ、ね、強敵よ。氷結弱点を積極的に使う。強い敵よ。疾風弱点をついていきましょう。ここでペルソナだ。2体ダウン。まだまだ行くぞ。やっちまえ。やるわ。ペルソナヨハンナ。さすがクイーン。敵を一掃しましょう。これで終わりだ。パンサーがネズミ状態だ。これで手も足も出んぞ。ペルソナ、これでどう。やってやろうじゃねえか。この野郎。ペルソナ、意を示せ。ドロー、スローだ。我が輩の力だ。これで終わりだ。ペルソナ、かけろ。ヨハンナ、このさすがクイーンだ。来いよ、コスプレ。ここはこうするな。バトンタッチでさらに追撃だ。ドロー。ピザー。自分の実力は怖いな。とどめだ。ジエンドだ。この力があれば。
ちらの先生だ。祝福属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさないでね。隠した相手だけど疾風属性は効かないわよ。惚れるなよ。ほぼ銀を入れちゃうよ。バトルタタ君ね、パワーが上がってるぞ。踊れカルメン、ランパーサー、パトロポーレディーカルメン、パーサー、パトロポー、とどめだ。どんなもんよ。新しい技覚えたよ。よし、完勝ね。このまま進みましょう。シャドウ、やばいやつだ。暴いてやる。泥棒するつもりだ。先制攻撃チャンスだ。いけ。弱点がないなら、いっそ洗脳して味方にできないかな。注意して、呪音属性はダメよ。我が輩の出番か？任せておけ。どうだ、我が輩の力。いい顔やるぞ。引導を渡す。ガチだからね。すごいんだよ。炎上してる敵がいる。疾風の攻撃を当てれば大ダメージよ。指示をお願い。Excellent!
弱すぎて相手にならないね。正体を見せろ。ここで終わるのか。よし、こちらの先生だ。我が決意の証を見よ。ゾロ2体ダウン。まだまだ行くぞ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。よし、余裕の勝利ってやつだな。
ぎ澄ませ。宝箱だわ。
して。敵だ、最高だぞ、パンサー。
くん似合ってないよ。見てな。クソやられた。ごめんね。誰かピンチを打開できるか。これで正面の壁に壁画が映し出されるはずよね。おそらくそうだと思うわ。ジョーカー、お願い。ちょっと、何これ、全然わからないんだけど。これは完成させるの難しそうね。Thank you.
これで完成ね。子供が母親の服を引っ張っている。お母さん、また私いつもご飯一人なのやだ。コンビニの弁当ばっかり。どっか行きたい。連れてって。甘えてるのは双葉ちゃんだよね。わがまま言うわけないの。お母さんだって頑張ってるんだから。ずいぶん怒ってたね。遺書で言われてた育児ノイローゼ。子供が甘えるのは当然だと思うけどな。でもよ、寂しい子供時代だったんだな。これが積み重なって自殺の原因になったというのか。私は死ぬべき。え？私が殺した。だから墓場にいる。死ぬなんてバカなこと言わないで。死ぬ。双葉ちゃん、急に潮らしくなっちまったぞ。ツンツンキャラどこ行ったんだよ。心が弱ってるのか。早く助けてあげないと。研ぎ澄ませ。ねえぞ、どっかに仕掛けがあんのか。あれ、この扉見覚えがあるな。あ、双葉の部屋。それだ。なんで開かねえの。誰も立ち入らないという認知か。よくここまでたどり着いたな。この先は王の間だ。だったらこの先にお宝あんのか。そうだ。しかしここを開けるには私の許可が必要だ。じゃあ開けてくれよ。私は開けられない。招き入れてもらえ。なんでだよ、お前のパレスだろ。モナ、どういうこと。シャドウは双葉であって双葉本人じゃない。現実の双葉の許可が必要ってことだ。つまり双葉ちゃんに部屋を開けさせて中に入れてもらえればいいってことね。ここまで来たお前らならできるかもしれないね。一度現実に戻るしかないね。でも確かマスターが言ってたわ、絶対入れてくれないって。重度の引きこもりだったな。どうやって入れてもらう。迷っていても始まらない。やるしかないわね。それがあの子の望みなんだから。私も強引にでもやるべきだと思う。気合入ってんな。また忍び込まざるを得ないか。ジョーカー、決行日は任せる。マスターに見つかった時の言い訳考えといて。根拠のねえ自信だな。というわけでやることは分かったな。あ、そうだ、予告状くれ。アリババが送ってきたやつ。そんなものどうするんだ。俺ら怪盗だぜ。予告するに決まってんだろ。開けたらお宝の部屋っつうならその場で渡しときゃすぐ取れんじゃん。クイーン、文面考えるの手伝ってくれ。しょうがないわね。こっちは任しとけ。お前は部屋にいつ押し入るか考えてくれよ。頼むぜ。
安全。わきまえなさい。話があります。入りなさい。来たな囚人。主は公正を進めているあなたを評価し、特別な祭儀の許可をなさいました。ペルソナの能力を強化する公使系だ。祭儀の内容について詳しく聞きたければ主に直接尋ねるのです。貴様が公正を進めれば、さらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。励むがいい囚人。より一層の構成に励むがいい。警報中です囚人。今日は強めに締めます。もっと上を目指さないのか。なんだこんな時に。予想、心して選ぶがいい。今のあなたに必要なものなのですか。本当にこれが必要なのか。過度な力は破滅を招きますよ。今のあなたに必要なものなのですか。
本当にこれが必要なのか？やめ終わりですか？なんだ。ちもう終わりか。なんだ。愚かですね。おい。さてと。よーし。だってよ、大変な役目を押し付けられたな。まあ考えても仕方がない、やるだけだ。腹が決まったらいつも通りアジトで号令を出せばいい。